イオンズ先発竹内投手、初回はランナー1人出したんですが、その後渥美を三振、阿部に対してはストレートでいってのファールフライ、初回は0点での立ち上がりです。一方イーグルスの先発はルーキーモジャ、フォアボール2アウトを取ってから2つ出したんですが、この先をこの強い当たりでしたがセカンドゴロ、ここを0点で入ったというのが結果的に大きかった。そうですね、ここがね、この先に、ね、はい、惜しかったですね、惜しい当たりだったんですけどね。そして竹内のピッチング、3回先頭の安田を三振、さらにはその後ここも打ち取りました。2回3回は三者凡退、小田がまあフォークを交えることによってガラッと変わりました。序盤は0対0での立ち上がり、得点が入ったのは4回です。ツーアウトを取ってから竹内のこのボールを捉えた阿部、ストレートホームランでした。今日唯一の失投を感じました ね、はい、先制のソロホームランです。5回、ここが竹内、この牽制がね、結果的に悪送球になった、まあ、ファーストのエラーに結果的にはなったんですが、このコミュニケーションちょっと合ってなかったですね。合ってなかったですね、ファーストさ、山本選手はね、逆疲れましたね。でこのゴロに対してのベースカバーが遅れて、これもランナーを出すことになります。こういうのが重なりました。そうですね、細かいミスがね、ちょっと重なりましたね。そして村林の打球が三遊間、佐藤優勢ダイブをしたんですが、これが内野安打、追加点がイーグルスに入りました。5回です。そして2点のリードをもらった小蛇、5回の裏、1人置いてこの打球で併殺に打ち取って5回を完了しました。89球被安打が1、無失点でこの後マウンド譲ります。7回です。ランナーを出した後、小深田が1、まあ、1塁ランナー、そこに対してのこの牽制でした。これはね、今日打たれたんでね、はい、自分でアウトに してやろうっていうね、感じの牽制でしたね。的にこれね、逆を取りました。でその後攻防三振、7回を活用した竹内、105球失点目で、まあ、こういうピッチングできるんでね、崩れないですよね、はい。そして海野がね、4月以来の復帰登板でした。いやー、今日は頼もしかったですね。いやー、ボールになってましたね、はい、158キロ、連発、まあ、ヒットは1本許したんですが、それでもアウト3つは、ね、打ち上げるポップ回でした。さあ、村にも力勝負です。またまた嬉しい、この大きな存在がブルペンのピースに帰ってきました、はい。さあ、そして8回の裏、ここはチャンスがありました。ライオンズ、これで満塁とする内野安打、岸がつないで満塁です。さあ、行くぞというところまでチャンスは作りましたが、源田仕上げてもレフトへのフライで、そしてこれはね、最後打たされましたね。結果的にはこのチャンスは手にはなりませんでした。そして9回です。クローザーの則本、2対0のリードの場面からの降板、余裕のピッチングをされてしまいましたね、なかなかプレッシャーをかけることはできませんでした。結果的には3人で抑えるピッチング、則本が締めて2対0、この3戦目はイーグルスが取りまして、このシリーズ2勝1敗イーグルスが勝ち越したゲームでした。ヒーローインタビューです。今日のヒーロー、5回無失点ピッチング5勝目になりました小蛇達樹投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございました。まずは2週続けて同じ相手、そして初めてのベルーナドームでもありました。今日のマウンドに上がる意識はどうだったんですか。と前回の登板で自分が試合崩してしまったんで、まあ、今日はなんとか試合を作れるように、努力しました。その中で今日のピッチング5回無失点、ご自身で振り返っていかがですか。まあ、自分の中でできすぎかなというのはあるんですけど、まあ、こういう小さな積み重ねで、まあ、勝利を重ねられればいいかなと思います。今日は1軍で初めて安田選手とのバッテリーコンビでもありました。2人ではどんな話しながらゲーム入っていたんですか。
そうですね、あのファームの時でも安田さんとバッテリー組ませてもらってたんで、まあ、その分投げやすさもあったんですけど、まあ、どんどん全力で一人ずつ行こうという話をしました。そしてなんといっても今日は同学年のドラフト1位同士竹内投手と投げ合ってのライオンズ戦初勝利、これに関してはいかがですか。そうですね、まあ、夏希とは、まあ、大学から、まあ、投げ合ったりしてたんで、まあ、とにかく、まあ、勝ちたいなというのはあったんで、まあ、勝ててよかったなと思います。それでは最後に次の登板に向けてイーグルスファンにメッセージをお願いします。はい、これからも、まあ、一勝一勝積み重ねて、まあ、投げ続けられるように頑張るので残りのシーズン応援よろしくお願いします。おめでとうございました。今日のヒーロー小田投手でした。ということで、まあ、前回登板があり